んにちは、ジョン・グラブ氏です。今日は話題の新製品、超小型でハイパワーなサウンド、レコーディングやライブでも大活躍できる機体のアンプシミュレーター兼マルチエフェクターのホットトーンアンペロ1の簡単なレビューをしたいと思います。最後までゆっくりご覧ください。こちらがアンペロ1でございます。それでですね、今日は参考に僕の手持ちのアンペロを持ってきたんですけれども、初代アンペロ自体がそもそも小さいのにさらに小さくなってめちゃめちゃコンパクトになりました。最初にもう言っちゃいますけれども、初代アンペロとの違いって何かと申しますと、実は内部的な違いっていうのはほとんどないんですよ。でそもそも DSP チップが初代アンペロと同じ第4世代シャーク DSP っていうのが搭載されていて、アンプやキャビネットやエフェクターの数もアンペロと同じですし、マイクシミュレーターや IR ローダーももちろん搭載しています。まあ見た目でわかる大きな違いとしては、前面の操作ノブ3つが省略されていることと、フットスイッチが4つから3つになったこと、ミディ端子と XLR 端子がないことと、使われている電源のボルト数が違うくらいなんですよね。もちろんタッチパネル式でございます。これがまた素早くアクセスできるんでめっちゃ便利です。はい、というわけでまずプリセットを使っていくつか音色を聞かせたいなと思うんですけれども、初代アンペロのリリース以降結構繰り返しファームウェアが更新されてきてまして、もうすでにアンペロ1というのはもうその恩恵をかなり受けた状態というか、いろいろ改善されて使い勝手もサウンドもすごくいい状態で最初から使えるという感じです。一番最初のプリセットの音聞いてみましょう。コントロールボタンがあるんですけれども、こちらオフにするとですね、ディレイがない状態、今ディレイがアサインされてない状態なんですけれども、これコントロールを駆使することによって、例えばソロになったらこういうディレイたっぷりのソロが弾けるみたいな使い方ができます。じゃあ次のプリセットちょっと見てみましょうかね。We'll be right back.
続いてはタッチパネルを使ってですね音作りをやってみようかなと思うんですけれども、今画面に9個のブロックが映ってると思うんですけれども、こちらはですね FX1 FX2、まあ、エフェクターの絵が書いてあって、アンプ、ノイズリダクション、キャビネット、 EQ、 FX3、 ディレイ、リバーブ。これ移動したりすることも簡単なんですよ。ダブルタップして FX3 をここに持ってこようとかっていうことができたりするんですけれども、まあ、操作するところが少ないんでどうやって音作るんだろうっていうふうに悩まれる方もいると思うんですけども、非常に簡単です。タッチしていってノブを回すだけみたいな、そんな感じなんですけど、まずちょっとアンプ選んでみましょうかね。アンプをオンにしましてエディット画面に行きます。それでこのノブを回していって好きなアンプをまず選んでいくと、これディーゼルですね。ディーゼルだったり、マーシャルの900、あーめっちゃいい音。でもうちょっと原因落としたいなと思ったら、ここの原因と書かれたところを一回タップして右上のノブを回していくと、こう見てわかる通り原因が下がっていく。でイコライザーもですね、ここにプリセンス、マスターって書いてあって、次のページに送るとベース、ミドル、トレブルってあるんですけども、これも同じようにですね、いじりたい帯域、じゃあちょっとミドルいじりたいなと思ったら一回タップして、で右上のつまみを回していくと、はい、ミドルマックスにしたりとか、ベース一回タップしてベースちょっと上げよう、低音域ちょっと上げようとかっていうことができるわけですね。で、あ、歪みもうちょっと足したいなと思ったら、じゃあ今度は FX1 で歪みを選んでいきましょう。エディットページに入っていって、今コンプレッサーが選ばれてるので、ほんとすっごいド定番なことしちゃいますけれども、グリーンドライブ、これをオンにしてみます。マーシャル800とグリーンドライブの組み合わせ。すごい80年代の匂いがします。ギターソロ弾きたいな、ディレイかけちゃおっかなっつって、もうすでにピンポンディレイが選ばれてるのでちょっとオンだけにしてみますけど、クリーン系の音も作ってみましょうかね。ツインリバーブで、キャビネットもツインリバーブの音にしてみて、あ、ブライトスイッチのオンオフもここにありますね。あ、気持ちいいですね。さっきのあのブライトスイッチもちょっとオンにしてみましょうか。ブライトタップしてオン。あ、なるほどなるほど。おー、すげえすげえすげえ。ブライトスイッチが一つのアンプの中にちゃんと取り入れてあるっていうのもいいですよね。あー、すっげえ音いい。これにホールリバーブ、ちょっとタップ、コイルタップなんかしちゃったりして、あ、いいねってなってくると、今度はコーラスエフェクターも入れたいですね。 FX3 青空コーラス、いい名前ですね。青空コーラスオン。あ、来たこれ。わー、クリーン系もめちゃめちゃ綺麗ですね。このままレコーディングで使えちゃうなっていうのが、正直な話でございます。てかもう僕は現にすでにアンペロをレコーディングでもリハーサルでも使ってるんですよ。持ち運びもあのギグバッグにスポット入っちゃうんでめっちゃいいです。 FX1,2,3 があって、 EQ があって、ディレイがあって、ノイズリダクションがあって、 リバーブがあってっていう、こんだけありゃもう十分でしょっていうぐらいめちゃめちゃ幅広い音作りができます。でもちろんボリュームペダルにアサインしたりとか、強く踏み込んだら、ワウペダルになったりとかっていうアサインの仕方もできます。どれを選んでも本当にいい音がするんですよ。一昔前 の、この価格帯で、まあしかもこの小ささのマルチエフェクターって正直音がまあいいにはいいけれども、ここまで音良くなかったよねっていうのが僕の正直な感想としてあって、ホットトーンのアンペロを弾いた時に、あ、こんなにアンプの再現度高いんだっていうのがすごくびっくりしました。
はい、続いてなんですけれども、このフットスイッチの少なさをライブでどうやって活用するかみたいなお話をちょっとしたいと思います。基本的には1と2のフットスイッチっていうのは、パッチを送る戻すが多分デフォでなってると思うんですよね。じゃなくてバンクごと変えたいっていう時に、このグローバルセッティングでそのフットスイッチを踏んだ時の挙動っていうのを変えられるんですよ。今のところフットスイッチ1をタップした時にはパッチがマイナスしたりっていうのを設定してるんですけど、フットスイッチをホールドしたとき、要は長押ししたときにどうするかっていうのをここでも決められるんですよ。文字見えねえな文字見えないんですけど、フットスイッチを長押ししたときにはこれバンクが下げられるんですよ。でちょっと次のページいっちゃいますけれども、今度はフットスイッチ2、これを長押しするとバンクがプラスになってるってことは、バンクが上がるっていうことができるんですよね。もうそのセッティングにしてあるんで見てみましょう。これ今プリセットの1の1じゃないですか。普通だったらプリセットの1の2、1の3まで行って次の2の1って行くんですけども、一気に2の1に行きたいって時はもう送るボタンを長押しですよね。はい、行ったっていう、これでバンクチェンジっていう、長押しでバンクが変わるようになったりっていう、こういうセッティングができるんで、これもだからライブで少ないボタンの中でもやりくりできるんじゃないかなというふうに思います。さらにエクスプレッションペダルとフットスイッチの増設ができるんですよね。フットスイッチ4、5って足せるんですよ。なのでこれでちょっと足りないなと思ったら、さらにフットスイッチ増設して4、5ってつけるのもありだと思います。でこれもう一つ、家でもライブでもすっげー便利だなと思った機能がもう一個あって、これもまたあのグローバルページに飛んでもらいますと、インアウトの設定っていうのがありまして、まあ今これちょっと上にこう LR でこう出力してるのが見えると思うんですけど、アンプに出力するときにこの LR のどっちかもしくは両方を、キャビネットシミュレーターなしにするかありにするかって決められるんですよ。例えば左チャンネルだけキャビネットシミュレーターなしにしてアンプのリターンに挿す、で R チャンネルはキャビネットシミュレーターありにして PA 側に送るとかっていう、そういう複雑なやり方ができるんですよ。出力の変更キャビがありなしってこう片方ずつ選べるのってめちゃめちゃ便利なんですよね。これすごい嬉しいなと思って、すぐにこう家でのセッティングをスタジオ入ってここちょちょいって変えるだけで、あのキャビなしに設定できるんでめちゃめちゃ便利だと思いました。いかがでしたでしょうか。アンペロ1の性能、まだまだ語り尽くせないほどすげえ魅力的な製品だと思います。タッチパネルのおかげで本当に音作りがスムーズですし、フットスイッチやエクスプレッションの割り当てもすごく自由度高くて、何よりさっき言ったアウトプットのキャビありなしっていうのを簡単に変更できるのもライブでの汎用性もすごく高い製品だなって思いました。で僕からするとなんか一昔前のマルチ系でありがちなこう不自然なアンプの歪み方っていうのもなんかこの製品ではなくて、どのアンプ選んでもすげえいい音なるなっていうのが、まあ、僕自身の感想でございますね。 USB ポートも、搭載されてるんで、これ自体がオーディオインターフェースとしてあのパソコン上でレコーディングもできますし、あの専用ソフトアンペロ1エディターっていうのを使ってパソコン上でも簡単にサウンドメイクすることができます。でコンパクトな機動力とね、この小ささからは想像できないサウンドの良さ、あ反対だったおすすめなので、あの皆さんも気になったらぜひチェックしてみてください。というわけで今回はちょっと簡単でしたけれども、ホットトーンアンペロ1のご紹介でございました。面白かったら高評価チャンネル登録もお願いいたします。また見に来てください。では